マックス 1149JD またはマックス J1149 プラス2223は地球から見て獅子座の方向にある銀河と考えられている天体である。マックス 1149JD は地球からの見かけの距離が132億光年、実際の距離が314億光年も離れた位置にある天体である。重力レンズ効果によって 見かけ上明るい遠方銀河の候補であった。ハップル宇宙望遠鏡とスピッツァー、宇宙望遠鏡によって推定された赤型変異の値は9.6であった。2018年に日本の天文学者らが電波干渉系アルマ望遠鏡を用いて、この天体の2回電離した酸素の規制を高い優位性で分光検出に成功した。得られた分光赤型変異9.11で、 これは2020年2月29日段階でも再演型の基線検出記録を保持している。地球と MAX1149JD の間には66億5000万光年の位置に銀河団が存在し、この銀河団の重力によって重力レンズ効果が生じている。MAX1149JD が観測できたのは重力レンズ効果によって15倍の明るさに、 増幅されたからである。MAX1149JD の質量は銀河系の1%程度しかないと考えられている。初期の銀河はとても小さく、これらの銀河が合体して現在のような大きな銀河に成長したと考えられている。また、MAX1149JD は赤型変異により深い赤色をしている。MAX1149JD は 宇宙の暗黒時代の終わりの時代にある銀河である。この時代にある初期の銀河は強い紫外線を放っており、周辺の中性水素が再電離している可能性がある。ありがとうございます。